サイモン・パーキン、小鳥と狼のゲーム、ウーボート、まあ、ウーボートって書いてあるんですけど、ドイツ語なんで、ウーボートですね、正確には。はい。ウーボートに勝利した海軍婦人部隊と秘密のゲーム。まあ、これ結論から言うと、皆さんが思ってる、ずっと面白い本なんで、はい。これは、今のさっきの瀬戸さんの発表に、ちょっとの心惹かれる部分がある人は、買ってそうない。テンションもあるので、ぜひ終わってからでも、読んでいただければと思います。これなぜこれが訳されたかって、映画化が予定されていて、映画化の版権が買われてるからですね。ただまだ公開してないみたいなので、今日調べてきたら。ないんですね。まあ、でも、版権だけ取ってあるってことは、まあ、いずれ、公開される可能性が高いでしょう。で、サイモン・パーキンって、これ、英語圏では結構話題になってる本で、著者についてというと、著者はいわゆるジャーナリストで、ゲームレビューなどを担当している、オブザーバーっていうですね、媒体でゲーム批評をやってますが、ニューステイツマン、ガーディアン、ニューヨークタイムズ、これらは、まあ、例えばニューステイツマン、朝日新聞みたいなもんですね、簡単に。ガーディアンとかっていうのは、英語、イギリスの。そういうところで、リベラル誌で批評を書いている。で、日本の新聞の常識化すると、なんか、イギリスの新聞ってすごい部数少ないんですよね。よく言われますね。日本が多すぎるという。話を戻すと、そういったジャーナリストですが、もともとはゲームをやっていた。で、Death by Video Game, Tales of Obsession, Tales of Obsession from the Batch of Frontline っていうですね、本が出していて、これはデジタルゲームの社会的な影響を扱った本で、まあ、ちゃんと私はまだこれ読んでないんですけど、どういった評価がされているかってことを調べてきました。まあ、いい評価じゃないんだろうなというのは、まあ、簡単に言うとこれはコントロバーシブな本というかですね、論争的なものとして受け止められている。まあ、ゲーマーゲートとかね、あるときに、出てるわけですから、そういうわけで、台湾のインターネットで、こう、集団的な死亡事故が起きたと。それはもう体力の限界を超えてネットゲームにはまりすぎだと。そういったことが起きる。前によく言いましたね、こういうの。なので、ドンキーコングの世界記録を破ろうとするニューヨークの外科医、マインクラフトのプレイヤーで、ゲームの壮大な仮想世界の後を目指すために3年を費やした。ハーフライフ2の秘密を発見するために刑務所を起点にさせたドイツのハッカー。などというエピソードが取材を含めて出てくる。オンラインネットコミュニティ中毒みたいな人の方に近い。ここに出てくるタイトルは全部シングルですよね。まあ、ハーフライフ別にマルチプレイありますけど、この秘密を発見するために、うんうんはなんかシングルプレイっぽい感じもするけど、どうなんでしょうね。これ多分出る前に、審査することになる。出る前に、だから、なんか、どっかからなんかを取ろうと。ああ、そういう。うん、一応、グランドセフトとかの言及もあるみたい。うん、ただ、私はまだこれちゃんと読んでいないので。うんですが、基本的に関心はゲームの社会的な影響。うんうん、でも正直、その e スポーツがこれだけ流行っちゃうと、スポーツで人間がおかしくなるなんて全然普通のことじゃないですか。そう思いますよ。だから別に e スポーツで人間がおかしくなるのも、まあ正直普通のことっていう感じもするので、なんかあんまりその、これだけこうなってしまうと、もうなんか特殊なトピックっていう感じもしなくなっちゃいましたよね。まあ2015年だからね。まあこれは。ボードゲームは安全な遊びだな。でも囲碁とか将棋で人生食う人はいなくもないでしょう。結構いい。これに関しては、本当にデジタル、あ、間違えた、この読書会で扱ってもおかしくない本であろうと。そうですね。あと、まあ、麻雀で人生やってる人は山ほどいるじゃないですか。確かに。あそこの大学とか。近くの大学に。でも、この近くの大学、都の背横の大学の周りの雀荘は全部壊滅してる。大体壊滅してる。でも、ML スタジアムとかあるじゃないですか、そこ。まあ、減ってはいます。減ってはいます。うん、近くにいっぱいありましたけど、小笠原した後、どんどん潰れて。さすがに学生はやんなくなってる感じっぽいですね。それは、それ場所代を出せるほどのお金がないとか、そういう話なんですよ。まあ、今の学生なんかよく勉強するからじゃないですか。勉強してんだ。コロナで。今の方がやっぱり授業サボると単位もらえないらしいからね。まあ、それはそうですね。まあ、それでもサボるけど。まあ、そういった人なんですけど、
2冊目の本、3冊本出していて、3冊目も歴史関係ですが、2冊目の本がこの小鳥と狼のゲームっていうので、かなり評判になっている。で、電子書籍の英語版電子書籍すごい安いので、Kindle で数百円。なので、ぜひ読んでいただければと思うんですが、テーマ的には、第二次世界大戦。特に1939年から43年にかけてのナチスドイツの潜水艦ウーボートによるイギリスの通商破壊作戦。これは世界史でもね、企業だけやる部分ですね。あの、高校世界史でもね。そこに実は大きく影響を与えていたことを、まあ、論証していくという体裁の本であります。ちょっと前回、前々回か、それぐらいで私が発表したの、ウケツナさんが引っかかるタイトル。はい、あの、より詳しい、うん。で、この写真を見るだけでも価値はあろうかと思います。写真に関しては当時のウォーゲーミングの様子が、例えばこれ、長い、細長い棒で。棒で、よく映画で、今ないけど、昔の戦争映画に出てくる。はい。それとか、当時の司令室。で、ウォーゲームの頭上演習の、しかも女性プレイヤーの写真があって、このネット参加組の方は、多分電子書籍の試し読み機能で、冒頭が見れるはずなんですね、Kindle の。ですので、写真が冒頭にありますから、見ていただければと、うん。その写真は面白いね、確かに。思います。で、この作品に関しては、こう狙いどころは非常にはっきりしていて、こうフェミズム的な見地っていうのが強調されていると。うん、で、総力戦においてファシズム国家の重護を担ってされる女性たちの位置を、まあ捉え直す、再地図化。まあこれ、批評用でリマッピング。と言って事実を変えないけど見方を変えて、その位置を捉え直すっていう、まあ、ベンヤミンのですねコンステラツィオン星座的ハプチというふうに訳されますが星座ってものの見方によって作ってくる図形が変わるわけでしょ、うん、なるほど同じようにその星は変わらないですよね、うん、星をどう捉えるか同じですねそれでただこれまでほぼ出ていなかったオーラルヒストリーみたいなも綿密な取材によって出てきているという本なので、まあ、非常に、まあ後でこの、これはどれだけ機能してるかっていうのはともかくとして、テーマ的には、まあそれはリベラルの媒体で書いていた人ならではの視点というふうに言うことができるでしょうか。ただ、これは面白いのは、一応、こう、イギリス、まあ、連合国と、数十国の第二次世界大戦というのは対立ですが、一応ポイントは絞っていて、イギリスとナチスドイツというところにポイントは絞っています。で、どっちもやっぱり男どもはそんな変わんないんですね。で、ヒトラーは女性の生活の三つの権、キンダー、キューヘイ、キルヘイ、子供を台所、教会に限ると考え、イギリスも、まあ、一応は労働党の議員、女性の権利獲得に賛成している人でさえ、まあ、似たり寄ったり、あの、女性は戦争に参加すべきではない、というですね、主張をしていて、それは、日本もそう、一応そうだからね。退役した軍人の賃金格差、税金格差、あ、税金じゃない、年金格差っていうのは、あとそれの改善に尽力したようなこう政治家でさえこう女性は戦争に参加すべきではないということを主張するというですねそれねじれたものでファシズムというのはより男性中心主義ですからより広かったけどまあイギリスがロシアは女性の兵士だそうですなんかロシアは女性兵士のイメージ強いですよね、まあ、ロシアは女性兵士のスナイパーとかありますけどただスターリズムが男女平等かっていうと全然そのことは。それはまた別の話っていうかね。はい。戦争は女の顔してないもん、俺も女性兵士だもんね。あの、アレクセイビッチの話ね、うんうん。はい。まあ、あの、ロシアの話は出てきますね、ソビエトの話は。うん、あくまでも、こう、二次大戦のウーボートの
まあ、ウーボートに関しては映画にもなってますし、小説もいっぱいあるんですが、これに関してはどれにもそんなに似ていないというのが面白いところであります。で、私一つ謝らなきゃいけないことがありまして、この本を紹介するときにこうチャールズ・ロバーツが出てくるっていうのは同じロバーツでも別のロバーツですね。はい、ギルバート・ロバーツっていうのがいて、チャールズさん陸軍だからね、あの別人でありました。はい、ウォーゲームとロバーツで、あのと言ったらこうだろうと思ったけど実は違ったというわけです。でポイントが縛られていて、一応こうノンフィクションで、ね、でただ学術書のみっちりしてなくて読ませることを意識された構成になっている。その意味であのどっちかに過剰に一見偏りした書き方にはなっていない。ですが明らかに悪役はナチスドイツ側。なるほど。なんでかっていうと女性部隊っていうのはナチスじゃなかったわけですね、それはイデオロギー的にありえないから、もちろんリーフェンシュタールみたいなですね、人がいたわけ。リーフェンシュタールっていうのはオリンピアとかね、騎士の勝利とかを監督した、だからリーフェンシュタールあれやっぱ得意な個性っていうところがあって、そうね、あのちょっと同列には置けない。それで話を戻しますと、女性部隊っていうのがいたわけですね、イギリスには。やっぱこれが批評的にやっぱ非常に面白いっていうのは、例えば今ロールプレイングゲームでダンジョンドラゴンズっていうのは非常にプッシュされていて、まあ、セールス的にもね悪くないわけです。非常に強く多様性を打ち出していて、で子さんのゲーマーはそれにこう非常にレイシズム的なというかセクシズム的な反発をするものもいるわけだけど、まあ、それはセールス的にはもうほぼ取るに足らないものになっていて、で女性プレイヤーの獲得4倍に目指してるっていう明確なラインがあるんですね。で、じゃあ RPG が仮に4割を目指すとして、ウォーゲームは何割かっていうと、まあ以前ここではほぼ10割だよねみたいな話が、10割男性だよねって話があったんですが、多分ここには違ってですね、女性兵士が前線に行って、男性兵士に混じって、前線になるってことはあまり考えられない。だけど、ウォーゲームだったら全然関係ない。全く関係ない。全く関係ないから、非常にこれ、重要な役割を果たしたものとして出てくる。つまり、ウォーゲームコミュニティに女性がいないみたいな話は、それは別にゲームの本質とは関係ないんじゃないの？まあまあ関係ない。お前らがそうしてるだけだろって。まあ文化ですよね。文化が、そういうなんかこう、最上的なカルチャーになってるだけで、しかもそれは歴史的にも間違いであったということの問題的に読めるわけです。そんなことは書いてないんですけど、そう読める。それが面白い。ゲーム研究的には。なるほど。で、主な登場人物って主に2つのウォーゲームのね、らしい二勢力の対立になっている。それはデーニッツ。デーニッツっていうのは、こう、でも WW2 を知らない人にはあんまり知らないかもしれない。まあ、ヒトラーが自殺した後に、1943年自殺した後に、ヒトラーの後継者総統になった人。で、この人は戦後も生き延びている。まあ、戦犯にはなりましたけどね。戦犯には、はい。終身刑かな、確か。で、釈放されるんですけど。で、デーニッツにか、実はウーボートのね、第一世界大戦の時にウーボートに乗っていて、でそれで機械の整備不良で艦長だったんですけど、イギリスに囚われるわけですね、軍で。でそこで非常に精神的に追いやられて、どうやったらウーボットで勝てるんだろうってことをずっと考えていた。そこでウーボットを効果的に使う戦略を思いついた。それはオオカミなんですね、このタイトルにあるオオカミ。オオカミっていうのは集団でお互いをカバーし合うように狩りをすると。なるほど。要するに、個別撃破されないように、綿密に無線で通信を取り合って、狙うところを狙った商船などを囲んで、それで一網打尽にする。で、複数の集中攻撃を加えて、ウォーゲーミングによって、それをウォーゲーミングを取って検証するということをですね、行った。なぜかというと、ドイツにはクリックシュピールからの伝統があって、
ストーゲーミングっていうのは積極的に導入している。なるほど。で、このエッセイが、エッセイってこのノンフィクションが面白いのは、ゲームっていうのは明らかに大きなキーワードになっていて、それは例えばナチスドイツはゲーム知りませんけど、連合国はゲームを知ってたから勝てましたで、両方ゲームをやって、ゲームの対戦になっている、技術的に。それが面白い。要は、史実のゲームと、ウォーゲームっていうのが、もうパラレルになっている。境界がないわけですね。それで、一方、こう、こっちがヒールの方ですね、デニッツが。デニッツに関しても、それなりに出てきます。描写の厚みがあるので、一面的な、ヒールじゃありませんけど、ただし、さっき、ドイツ・アフリカ軍団でロンメル出てくる話なんですよね。穴場のヒールの。ですが、ロンメルが英雄だったみたいな話じゃなくて、ロンメルも結構ナチスなんでひどいやつなわけですよ。そういう、こう、デニッツの英雄化みたいな感じではない。ですが、そんなに球団的でもないので、あくまでも、ドイツに対する、ある程度の手やなプレイとして、どうあったかっていう視点の方がメイン。一方、ギルバート・ロバーツって人がいてですね、この人は、さっきも言ったように、チャールズ・ロバーツとは別人。で、もともとこの人も、ウォーゲーミングの経験がある。しかも、ポツマスの戦術学校で本格的に勉強しているわけですね。つまり、士官教育の一つとして、ウォーゲーミングが、しかも得意だった。それで、退役してしまった後に、こう、ウーボートが、吸収がひどいからっていうのを呼び寄せられてしまったわけなんですね。で、その時に、彼の指揮官のもと、英国婦人部隊っていうのが、まあ、結成されたわけです。で、ここで筆頭だったのがベラ・ロートン・マシューズ。で、この人も経歴面白くて、要するに、こう、ロバーツより年上なんですね。20代後半で、志願して、28の時だったかな、入ったわけですけど、初めはペチコートをお断りって言われて、ペチコートをお断りってひどい、ひどい言い方なんだけど、そうやって断れたんだけど、まあ、執念で参加すると。そして、小鳥、ミソサザイから取ったですね、婦人部隊、英国海軍婦人部隊の略称、ウレンズ、っていうのを結成し、ウーボートの分断を頭上演習で探っていく、という、大まかな構成になっています。しかも、ベラロットはマシュじゃない。サフラジェットって知ってますか、こう、フェミニズムの第一波ですね。そうですね。サフラジェットにも参加している。つまり、こうあくまでも、非常に面白い。愛国的な運動の一つと、重なってるわけですね。うん、だから、そこも難しい話で、うん、知識人だからといって反体制ということでもない。うん、ってのは、特に20世紀前半とかにおいては、そうであるわけで。これは現代のウクライナとかを考える上でも、まあ、日本のね、首相は、シャモリとか送ってるバカですから、だって日露戦争のやつが送るっていうのはもう全然こう、お話にならないわけじゃないですか。日露戦争のね、記念品とか送るっていうのは。だからそういったレベルの話じゃない。だから、婦人参政権運動に参加した人が軍に参加して、その軍の中から変えていくっていう、まあそれ自体の良し悪しがあるんだけど。うん、まあでも婦人参政権運動の一つとして軍にっていうのは結構、アメリカでもその後もずっとね、うん、70年代で通じてやってるから、はい、おかしな話じゃないんだけどね。まあ、日本のね、婦人運動って、はい、戦争始まると、もう協力型になっちゃうからね。いや、でもまあ、基本的には、プロレタリア運動みたいなものは、1935年で完全に壊滅させられてるわけ、うん、本当に完全に壊滅させられてる。非合法です。これはちょっと解説つけないと分かりにくいとかもしれないですね。日本の感覚で徴兵制とかって言っちゃうと、もう押し付けたんでしか感覚でないけど、イギリスって徴兵制の国じゃないから、もともとは。権威なんですよ、軍隊に入る時代が。うん、だから、女が入れないのおかしいっていうふうな発想になっちゃって。なるほどね。なるほど。で、これで面白いのが、第一次世界大戦の時にはですね、ドイツが逆にですね、大陸から通称分断されて飢餓作戦っていうのを受けてるわけです、うんうん、それを連日やり返したんですね。なるほど、はい、ですから余計に、まあ、挑発的というかですね、なるほど、一矢報いてるわけです、ね、なるほど、連日の側が。で、右ページ
で、描写も、まあ、フラットなんだけど、うん、ドイツ側のやってることが結構ひどいっていう匂わされていて、それは子供が乗った通商船でも、子供を、ね、疎開させるための通商船でも、ようやく、容赦なく爆沈させられて、それで、多くの子供たち、7割かから9割ぐらいか忘れましたけど、が死んでいるっていう描写が冒頭のところに入る。一方、U ボートに関しては、綿密な組織化が企てられていて、具体的な数字が出てきて、通商者には300隻ぐらいの U ボートを、まあ、ドーバー海峡とかにですね、こう配置させて、しかも、当時の通信は潜水艦ですから無線しかないわけですけど、無線はまあ、傍受されているものだとみんな思い込んでる。だから本部から通信があっても、どうでもいいことには3日間、放置して答えない。3日以上放置すると、連絡取れなくなったと思って捜索に入るから、それ以上はできないっていう、こう、微妙な、こう、ルールというか、過激なものに、なっていると。一方、こう、女性たちの舞台というものは、独自の組織化がされていてですね、例えば、そのリーダー的な人は、このベラロートン・マシューズなんだけど、マシューズたちはですね、こう、暗号の、その、要は、通信は今日暗号で行われるわけですね。傍受してか。暗号の解読っていうような、まあ、情報部がやるようなことを、まあ、全部やっている。と、同時にですね、当時の一流のファッションデザイナーを雇って、こう、参加した女性たちのモチベーションが上がるように制服の新デザインとかですね。そういうのも同時に手掛けている。というわけで、一つのやっぱカルチャーなんですね、これね。そのカルチャーであったということが、まあ、強調されているわけであります。ウーボートの戦いっていうのは、やっぱり一つのスポーツ的な公共性に、なぞられていて、よく思想史的にはですね、第一次世界大戦、第二次世界大戦っていうのは総力戦なんです。総力戦というのは非戦闘員が導入されるわけですね。ということは、それまでの19世紀の戦争のように、明確にルールがあって、外交の延長線上としての戦争って、マキャベリ的なものが前提としているルールってないよっていう話になっているんですけど、あくまでもこのウーボートの戦いっていうのは、こう、まあ、ゲームなんですね。ゲームなんだけど、サッカーとかなぞられてるんですが、本質的にはバトルシップなわけです。バトルシップってのはいわゆる潜水艦ゲームですね。これはまあコンピューターゲームになってますけど、場所を当てていくゲームですけど、だそこにはある種のフェアプレイな精神っていうのもないわけではないよっていう話ですね。押しながら出し抜こうとしているけれども、あくまでもその相手の条件を探り合っているけれども、総力戦的な悲惨さという感じではないわけですね。だから原爆を落として全部、ゲームボードを破壊するみたいな感じの総力戦ではない感じに描かれているというわけであります。しかも、こう女性部隊はみんな若かった。リーダー格のベラは20代後半に入ってます。その後にね、18歳でデビューして、志願して入ってくる部隊とかがあって、それらが、まあ、組織化されていくというのが一つの構造になっております。で、中盤、前半はゲームの話はあんまり出てこないけれども、後半から、中盤からですね、大ゲームの話っていうのは結構細かく出てまいります。で、大ゲームの、こう、歴史自体が、それこそ、17世紀のケーニヒス・シュピール。これは、チェスのような抽象的な図上演習には限界があって、バリエーションとしてのケーニヒス・シュピールって出てきた。その後、それが進化して1850年代にはクリーク・シュピールが出てきたと。で、その頃、この頃一度も海に出たことないジョン・クラークというスコットランド人が、
軍艦同士の戦いを主軸にした海軍と戦時に関する考察という本の中で、自分が戦闘も船乗りの経験ないけれども、誤りを指摘できる部分があるんだと言ってゲームを提供してですね、それは異論が多かったが定着はして、ドイツ人が受け入れ、不完全であっても下に飛ぶというですね、そういった扱いになってきた。ただ20世紀に19頭にかけて軍隊の規模が大きくなって、フルスケールの演習や地上演習が、実際的になくなり、まあ、ドイツにおいてはそこまで一般的じゃなくなる。ただ他の国々にもそれは普及してですね、互いに地上演習の方法論っていうのはもう定着し、実はすでにしていたんだよって話で、ウルボートに関してはやっぱりそれがまだ管理できる規模であったということなんだろう。ヨーロッパ戦線全部をヘッドゲーミングでやっていたとは、まあ、あまり思えない。ウルボートの戦略自体はきちんと推測しなければいけない。で、情報からこう3点測量とかで行く先を割り出してどこに行くかっていうのをシミュレーションしないと、これは命に関わるわけですから必死でやる。ですので、これここに、ウーボートの木の模型、場合によっては煙に見立てるスティールみたいなのを使って、実際にこういう仕事の一環としてやっている写真っていうのがあるわけであります。というわけで、このゲームっていうのは、バトルシップのモデルで考えられている。ただ、バトルシップとはちょっと違うのは、ウーボートの死人から追いつ追われつの仮みたいな模したより大きなゲームとして、いわば見立てられているわけですね。で、この視点から、ある種の隠喩として戦局が描かれて、というのも女性たちの部隊は、この司令軍の司令室ね、そこでゲーミングを行っている部隊を下で要塞と、城塞と呼んでいて、あだ名は、ダンジョン、迷宮のようなものとして描かれている。で、そこは一応作戦室は本当に大西洋のプロットを模している、状態になっていて、床から天井までね。で、非常にもうその部屋自体がゲーミングのボードのようになっている戦況図が、実際に常に展開されていたと。戦況図には常に鍵となる情報が明記されていて、大西洋上にある連合軍の全ての艦船と戦艦の位置とルートというのがそれぞれもシミュレーションされていて、それで黄色が駆逐艦、濃い赤がフリゲート艦とコルベット艦、緑色がトロール船、薄い灰色がスループ艦みたいですね。これほとんど今のウォーゲームと変わらないですね。それがもう再現されていた。で、ウーボートの位置っていうのを最も正確と思われる位置っていうのを推測して、ウーボートの位置というのをですね、示す。白いひし形の模型として。一方、空からの援護っていうのも飛行機の模型っていうのを配置して、そして、時間ごとにそれを動かしていくっていうですね、アナログとしてはかなり綿密なシミュレーションっていうのを、こう、なされていたというところが、非常に面白いわけであります。で、こう、戦局の指揮してた人は、昼の仕事を一服終えた後に夜に入ってですね、半ば娯楽のようにプレイしていたという。まあ、これは示唆ですけど、おそらくそうでしょう。ということもあるので、なかなかこう、悲惨な話が多い二次大戦としては、やや微笑ましいような側面もあるわけですね。だから、まあ、悲惨なんだけどね。U ボート乗組員って、だって、デイニッツっていうのは、息子が二人いたけど、息子は二人ともウーボート乗組員で戦死してるわけですから。そういうわけで、しかも潜水艦で撃沈されると逃げ場所がない状態で溺死するわけですから、非常に苦しいわけですね。悲惨。あんまりやりたくない死に方だよね。はい。ただし、軍事のシミュレーションのためでも、こう、機密なんですよね。
それぞれ、うんうん、シミュレーションに必要な情報は機密だから味方でも除霊魚雷の射程を引き出すためにわざと味方の方の将軍をですねあの電話をかけて挑発してこんだけ射程ありませんよねみたいに聞いて、いや、魚雷の射程が5400ヤードもあるんだとか、現地を取って聞き出して、そこで数値を設定するみたいなことをしていたと。で、資源がないので、コンポーネントっていうのも、廃品を活用して、自分たちの手作りで DIY をして、釣っていたと。しかも1ターンは2分とかで制限があってですね。まあ、そりゃそうです。しかも、単身自体を紙に書いて、通信してこれもね、大ゲームでやりますね、うん。それを実際もすでにやられていた。となると、やっぱり、こう、ホビーゲームの要素って全部先取りされていたということも、まあ、これ、ガンにされている。なるほど。という、まあ、話であってですね。で、後半においては、逆転劇っていうのが結構です。2章にわたって描かれていて、これかなり、細かい、選曲の再現になっていて、これは時間もやや押しているのでぜひご自分の目で確認していただくと面白いかなと思います。でやっぱりそれで今読むっていうのはやっぱこうフミズム的な視点というのが必ず意識されている本ということになろうかと思います。まあ実際今も日本における歴史小説のメインプレイヤーというのは女性、特に西洋史物っていうのは女性作家ですね。で、一応この十六堂信光っていう方は私はよく知りませんが、その交渉。十六堂っていう名前は、これ本当にそういう名前なんですか？いや、まあペンネームだけど。SS 作家的なペンネームだけど。いや、よくわかりませんが、バライメントラインっていうツイッターにね、よくいるドイツ人の方と組んで、交渉しているっていうんですが、この交渉に関しては、まああんま評価しない感じですね、きっかけだと。そうね、いうことですが、いやバックから見るとこう人文的な側面っていうのがいや薄い見方、ミリオタ的なというとちょっと言葉が悪いんですが、ミリオタ的にもちょっと作り足んないんじゃないみたいな気もしないではないですけどね、うん、はい、パッと見た限りでは。ただ重要な指摘もあって、本書は男性の名声武勲に隠れがちな戦時下の女性の人と、特に女性にて英国にいて女性が頭脳的、クリエイティブな領域に関して、活躍したことに対しての注目と再評価を促す。側面じゃなく側面ですね。失礼。側面。はい。面を持っている。だが、ボードゲーム技法など、重要な気づきは全て男性によるものとして扱われ、女性側の、これ、知性、これも間違ってすみません。頭の方、インテレクトの方ね。知性に関わる描写が、熱意や誠意といった様子にて、代替されている感触などが著者の持ち味なんかしてないけど気になるって感じで、うん、まあ、そうかもしれない。どこをどう読むかっていうのは多分難しいところ。ここは難しいですね、確かに。うん、そう。ていうのはこれ、ゲーム的な気づきってすでにある本から持ってきてるとこ多いんで、ゲーム的な解説で書いてるみたいに。うん、それは、本人も資料がそうなのかもしれないって一応は言っては、いるが、なかなか難しい。ここは学通りかもしれないけど、上田さゆりさん、この方も、歴史小説、上海。SF 作家で一時大戦の SF 作家でもあります。下流の宮ですかね。うん、オーシャンクロニクルっていうシリーズ。私も論じたことありますが。うん、なかなか面白いよね。面白いですね。歴史小説も一時大戦とかでも書いてますし、うん、二大戦後の、まあだから、アクションをこの前撮った、なんだっけ、地図と拳っていう、まあ、あんま大したことない小説があるんですけど、あれより面白い。近代史では。それで、上田さんの書評があって、読書人に。それはこの十六堂の解説を踏まえた上で、書かれていて、排水の陣を余儀なくされたイギリスが科学技術にものを言わせて、新しい機器や新兵器、レーダー爆雷、哨戒用長距離爆撃機、護衛空母等を開発し、それらを一斉にこの海域に投入して運用できたことが、結果的にイギリスを危機から救っている。ロバーツ中佐と海軍婦人部隊の働きはその試行錯誤の一つであり、
これが突出して効果が上がったわけではない。まあ、これは解説にも書いてある。うん、一応ですね、こう関連する本の紹介も、解説にあって、ポール・ケネディの第二次世界大戦、影の主役、勝利を実現した回復新着って、これ多分瀬戸さんお読みだと思うんですが、これにも出てくる。で、サイドリーダーとしてはこれ。ですが、ポイントは違って、この本ではあくまでもこのウォーゲーミングって視点が共通されているけど、それだけじゃないよ。むしろ技術革新の方にあるんじゃないかって、総合的に見るとそうなのかもしれませんけど、まあこれどう視点を取るかっていうことで、だからといって、こう吹いている本と重力堂さんが言っているほど吹いてないと僕も思いますし、それはこう、私学と哲学の違いみたいなところもないわけじゃない。で実際、上田さんの本では独自の対戦戦術を見出し、護衛艦の軍人たちに発想を転換を流し、多くの女性を一人前の人間としてこの任務に関わらせられたことなど見るべき点が多い。にもかかわらず、この歴史がイギリス近代史から消されかけている技術は、私たちに多くの示唆を与えてくれるというわけで、そもそも技術から落ちているものに対して、技術をしているってことは、評価すべきであろうということを述べられていて、これは上田さんの創作スタイルにも通じるところがありますし、私も、非常に面白いと思います。というのが以上、30分ぐらいかな。はい、ちなみにちょっとあれですけど、もしこのデニスさんに興味持たれた人がいらっしゃいましたら、日本で自伝が出てるんで。自伝、うん、神田の古本屋さんにあるんじゃないかな。いくつぐらいの時に書いた時ね。釈放されて、まあ、10年と20日間というタイトルなんだけど。結構長生きですよね。だって、ここあるけど、長生きでね、デニスさんは。